はい、では、AI 戦国時代に注目の WASM で変わるリアルタイムコミュニケーションというタイトルでお話をさせていただきます。はい、私、NTT コミュニケーションズ株式会社の前田哲太と申します。スカイウェイの中ではですね、WebRTC リサーチチームというチームに所属しております。WebRTC と組み合わせることができる新技術を検証したりとか、プロトタイピングをしたりということをしております。 はい、で私の経歴としてです、ね、あの過去、の過去 h a i のプロジェクトに関わったことがあって現在は、ねえー、WebRTC の専門家として活動させていただいております。具体的な活動内容としては標準化会議に参加して WebRTC の動向,、えー、動向を報告したりとかあとは、ね、WebRTC ミートアップというコミュニティイベントを運営したりとかということをしたりしております。はい 本題に入る前に少し宣伝をさせてください。スカイウェイについてです。スカイウェイはビデオ、音声、データ機能、データ通信機能をアプリケーションに簡単に実装できる SDK を提供しております。そしてですね、我々のサービスの中で WebRTC を活用しております。はい、WebRTC についても簡単に触れておきます。WebRTC とは低遅延でリアルタイムにメディアを送信するための技術となっております。 低遅延というのは、ですね具体的な遅延は数百ミリセックぐらいで、非常に遅延が少ないという特徴がございます。そして、ですねネットワーク環境に縛られずに接続ができるという特徴もございますし、送信するデータはすべて暗号化されて、セキュアに運用ができるという特徴もございます。そして、ですね Web という名前がついているんですが、実は Web 以外でも活用がすることができまして、我々 SkyWay としてもですね、 アンドロイドや iOS 向けのネイティブのアプリケーションに向けた SDK なども提供しております。はい、そしてですね、なぜ本日 WASM を紹介するのかというところなんですが、WebRTC にとってですね、AI を連携させるための重要な鍵を WASM が握っているというところがございまして、我々としてもそれをちゃんと認識して調査をしております。そしてですね、調査をした内容をもとに、 内部で勉強会を行ったりとか、あとは実際に WASM を活用した機能を提供したりとかということをしておりまして、まあ、せっかく調査をした内容ですので、WebRTC に関わりのある皆さんだったりとか、WASM に興味がある皆さんに対して情報共有したいなと思い、本日、ウェビナーを開催させていただいております。 ははいでは本編に入る前に、えー、本日のお品書きについてご紹介するんですが、本日ですね、私が非常に気合いを入れて資料を作ったので、結構なボリュームになっているので、まあ、巻きでいこうかなと思います。まあ、最後にですね、まあ、QA の時間は少し残せるかなと思います。はいで本日はですね、まず最初に WASM の概要についてご紹介した後に、WASM と WebRTC の関係についてお話をします。そしてですね、WASM による AI の活用方法について。 ご紹介をした後に、最後にですね、スカイウェイで WASM の活用事例ってどんなことをしているかっていうお話をさせていただこうかなと思います。はい、では早速ですね、WASM についてお話をしていきます。えー、まず WASM とはですね、正式な名称は WebAssembly というんですが、Web ブ,ブラウザ上で動作する第4のフォーマットと位置づけられております。はい、これまではですね、HTML、CSS、JavaScript というところで ウェブアプリケーションが構成されていましたが、新たにそれにウェブアセンブリーが加わったというものになっております。はい。で、主な動作概要になるんですが C、C プラとかまあラストで書いたコードをですね、WASM の形式に変換をして JavaScript から呼び出すということができるようになっております。ここにですねあの C、C プラとかラストとかまあ C とか2位の言語で書いたソースコードを用意してあげて、それを WASM 形式に変換することで、 それをウェブアプリケーションとして提供することができます。そして利用者としてはウェブブラウザにそのウェブアプリケーションをダウンロードしてきて、実際に動くときは JavaScript から WASM を主に呼び出して利用するという流れになります。はい、そしてですね、一般的な活用事例をご紹介しようと思います。後ほど詳しいお話をさせていただくんですが、WASM というのはですね、複雑な処理が高速に動かすことができますので、 さまざまなアプリケーションがブラウザの上で動作するようなところを実現させていますと。例えば有名どころで言うとですね、Photoshop があの複雑な画像処理を求められるところだと思うんですが、そういったアプリケーションもブラウザ上で実現をさせているというところがあったりとか、または Unity も同様にですね複雑なアプリケーションが数多くできるかなと思っているんですが、 ウェブ GL ビルドというターゲットがございまして、それに向けてターゲットすると、ウェブアセンブリーとしてコンパイルされるというような形で採用されていたりします。そしてですね、最後、あの面白い事例なんですが、w e b VM というものがございまして、これを活用するとですね、ブラウザ上であったかも Linux のマシンが触れるみたいな、そんな面白い使い方もできるようになっており、非常にさまざまな事例があるかなと思います。 はい、そしてですね、WebRTC に関係するユースケースも数多く見られるようになってきております。えー、非常に有名なところでいうと、仮想背景などはですね、AI 処理を WASM を活用して動かしているなどっていう話もありますと。あとはですね、ノイズキャンセリング機能なども活用されるようになってきておりまして、まあ、AI の力で複雑なノイズも抑えて聞き取りやすくするということができます。 そしてですねあの数年前に非常に話題になったんですが、l ラ r a という AI を活用した軽量コーデックもあの検討されたりとか、ほ他の,その AI コーデックなどもいろいろ出てきたりしていますが、こういったものがですねあの今までと品質を同様に保ったまま、データ量を AI の力で2分の1以下に抑えて送ることができるというものですね。そしてえ最近非常に話題になったんですが、 1.5ではですね、えー、パケロス対策のコーデックとして、デ、え、ィープリダンダンシーという技術を使っているんですが、それがですね、驚異的なことに90%パケットをロスとしても、まあ、聞き取りやすいような音声をくれるというものができてきています。 はい、でこの中で,です、ね、オ、えーパスは実は WASM で動作させる事例としてはまだ出てきてはいないんですが、まあ、将来考えるとあの非常に WASM で動作させる確率が高いので、本日ご紹介をしているというところです。はい、それではで、ね、WASM の概要について戻っていくんですが、えー、WASM の特徴として大きく分けると、この3つがあるかなと思います。スピード、ポータビリティ、セキュリティですね。1つずつ説明をしていきます。 まずはスピードですね。これは JavaScript よりも高速ということが言えると思います。はい。で、WASM がなぜ JavaScript より高速なのかという理由ですが、WASM では変数の型が確定しているため速いと言われています。えっと、JavaScript の方ではですね、型を指定しないので、実行直前に型が変化する可能性があるという特徴があります。ここにあの具体例を出しているんですけども、まあ、例えばナンバーという変数に、 数字の1を代入したときに、後からですね、このナンバーという変数に、ナンバーという文字列が入ってきてしまうことがありますと。JavaScript のエンジンとしてはですね、こういう型の変化に対応する必要があるので、ずっと行動を監視しながら、コンパイル、実行していくという流れになるので、少し遅いと言われております。一方では WASM はですね、型がすでに決まっているので、初めに一度コンパイルすればよいため、早いと言われています。 これは WASM の内部の処理を抜き出してきたものなんですけども、これも同様にですね、ナンバーという変数に1を代入するという処理をしているんですが、このときに i32 と指定をしているので、ここから型が変化することはないということです。そしてもう一つですね、WASM ファイルが軽量で起動時に並列処理ができるので早いということも言われています。JavaScript はですね、コードをそのままダウンロードしてくるので、 ファイルサイズが比較的大きくなってしまって遅いという特徴がありますが、一方で WASM は、WASM ファイルはです、ね、バイナリ化されているので、サイズが比較的小さくできてダウンロードが早いというところと、あとはダウンロード後に解析してコンパイルする必要があるんですが、それらの処理をすべて並列処理ができるので早いという特徴があります。この並列処理をストリーミングコンパイルと呼ぶことがありますね。 はい、そして、それ以外にも追加で適用できる高速化の機能がいくつかございます。1つは SIMD と呼ばれる処理ですね。もう1つはスレッド処理ですと。で、えっと、スレッド処理は単なる並列処理なので、この場で補足する必要はないかなと思うんですが、SIMD については簡単に補足をさせていただこうと思います。SIMD とはですね、シングルインストラクションマルチプルデータということで、1つの命令で複数のデータをという意味ですね。 でまあ通常の一般的な演算だと、4つの足し算をしたいとなったら、4回演算をするという流れになって、演算回数は4回となりますが、SIMD だとですね、初めにこういう128ビットという枠を用意して、その中に演算を詰め込んでいくことができるので、例えば32ビットの演算が4つ同時にできるということで、演算回数は1回になりますとで。で SIMD は1 2 8ビットのものに対応しておりますので、今回例では3 2ビットを4つ詰め込んでおりますが、例えば1 6ビットを8つ、8ビットを16個という演算もでき,ると、えー、できますと、はい。そして気になる、どれくらい速くなるのかというところなんですが、えー、と私の手元で JavaScript と演算の内容を比較してみました。でまあ、簡単な処理でして、えー、とサイズ10万の 配列を用意して各要素に100万回ずつ値を足すということをしました。JavaScript だとです、ね、70秒ぐらいかかるんですが、それをワズム化するだけで1.5倍速くなって、さらに SIMD を適用することでその3倍速くなるということが見受けられました。そしてです、ね、もちろんスレッドを有効にすることでさらに速くなるというところが分かりました。ここで一つ補足なんですが、 SIMD という機能はですね、WASM だけの機能ではなくて、まあ、高速化技術としては非常に一般的です。なので、まあ、ブラウザだけじゃなくて、ネイティブとかでもこの SIMD は実行できるんですね。であのお互い、ネイティブとブラウザ側の WASM と同じ条件で動かしたときは、さすがにネイティブの方が早くてですね、WASM はあくまでもブラウザの中で実行する上では高速化できているというものですので、そこはご留意ください。 はい、続いての特徴が、ポータビリティがあるというところであら、あらゆる言語で開発ができるというところです。はい、で先ほどですね、C とか C++ とかラストっていう話をしましたが、常にそれ以外にも50以上の言語フレームワークが WASM に対応しています。商用化の例が多数あるのが C、C++、ラスト、5言語などですが、それ以外にも C シャープとか TypeScript、c o グ o l i g などが安定して活用できるような状態になっておりまして、 あとは、まだ安定はしてないですが、DART とか Java とかコトリンとか Python でも活用ができるという状態になっております。はい。そしてですね、話は少し逸れるんですが、ポータビリティという話で一つ補足があります。WASM、um、はですね、ブラウザ以外でも動作をするための企画として WASI というものが今、検討されております。はい。で、WASI というのはですね、バイトコードアライアンスという団体が標準化しているんですが、 えっとまあ、をブラウザで動かす場合ブラウザエンジンを活用するんですが、まあ、それ以外の環境で動かすためのランタイムがいろいろと出来上がってきているという状況ですね。で、えー、あらゆる環境で動作するコンテナのような立ち位置を目指しているというところで、まあ、あのスマホ上で動くとか Linux の PC 上で動くみたいなところが実現しております。 はいでまあ、あのコンテナで一番有名なのは Docker かなと思うんですけども、Docker エンジン上でこの WASM を動かすみたいなところのトライアルもされているというところがございます。ただです、ね、本資料ではブラウザ上の実行に絞って紹介を進めてまいります。最後にセキュリティですね、アクセス範囲に制限があるという特徴があります。 WASM、はいえっと、というのはです、ね、サンドボックス上で動くという特徴があるので、まあ、WebAPI に直接アクセスができないとか、メモリに直接アクセスができないという特徴があります。では、どうやってそれらにアクセスすることができるかというところなんですが、まずメモリに関しては、ブラウザがです、ね、メモリの代わりにアレーバッファという JavaScript の配列、JavaScript で利用される配列の形に割り当ててくれる。 ので、WASM はそれにアクセスをすることができますと。なので、このアレイバッファをあたかのメモリとして動作させるということができます。あとは WebAPI ですね。これは JavaScript からアクセスができますので、WASM で WebAPI を叩きたいとなったら、JavaScript と連携をして動かすというのが主になります。はい、こういう特徴がございますので、WASM がいくら早いとはいえ、JavaScript を完全に置き換えることはないと言われております。 はい、最後にですねあ、このパートの最後にですね、WASM の標準化動向、実装状況をお話ししますが、現在すべての主要ブラウザが WASM に対応しておりますと。すべての主要ブラウザというのは、この場では Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera の話をさせていただいていますが、WASM 機能、あとは WASM の SIMD 機能、スレッ e 機能、すべてですね、ブラウザで活用できる状態になっておりますので、 まああのこの WASM を利用して機能をすり込んでいくってことは本格的に検討ができるフェーズになっているかなと思います。はい、次のパートがですね、WASM と WebRTC の関係についてお話をしていきます。はい、WASM がです、ね、複雑な処理を高速化できて AI 処理に向いているということは言われていますので、WebRTC としても AI 処理を活用するために WASM、えー、との連携を進めようとしておりますと。まあ、スピードとしてですね、処理速度が改善したことで、 映像、音声などの連続的なデータも処理しやすくなったりとか、AI の推論のような負荷の大きなデータも動作できるということが特徴としてあるので、まあ、そこを活用さしていきたいというところと、まあ、あとはです、ねえっと、別の言語を変換できるということで、今まで主に C とか C プラプラで書かれていた画像とか AI の処理が再利用できたりとか、あとは JavaScript 以外の言語を得意とするエンジニアが参入できるようになったのも大きいかなと思います。はい、そしてですね、 WebRTC はもともと Waz 低レイヤーで活用していろんな処理をするっていうのは検討していたんですがただですねその本来 WebRTC 標準化の時点では実はそこと連携できないという背景がありましたここに WebRTC のメディアの送信フローを書いておりまして最初映像音声を取得したらそれをエンコードしてパケタイズして暗号化して送るというような流れになってたんですが実はですね標準化の時点ではこの えー、一応 WebRTC に取り込んでしまうと、まあ、割り込んだり取り出せたりはできないという特徴がありました。ただですね、あの WebRTC を標準化しているまあ、W3C はですね、そこはちゃんとあの後々拡張をしていこうということはもともと考えていまして、現在その拡張のための API をどんどん用意しているという状況になります。 例えばですね、映像音声を取得した後に、Insertable Streams for Media Stream Track という API を活用して、取り出して WASM で映像音声処理をできたりとか、あとはエンコード後にですね、Encoded Transform という API を使って、取り出して独自の暗号化をかけるみたいな処理を作ることができますと。はい、で今ご紹介した2つの API はですね、どんどんブラウザで実装が進んでおりまして、 インサータブルストリームズフォーメディアストリームトラックの方は出力の API と入力の API と2つあるんですが、c h r o m 系、クロームエ e Edge、Opera、では出力も入力も全員対応しておりますと。で、つい最近ですね、サファリがこの出力の API に対応し始めたので、入力の方も対応されるかもしれないなと思っております。はい。で、一方でエンコーデトランスフォーム o の方はですね、新仕様と旧仕様が実はあってですね、 新仕様の方はサファリ、Firefox が対応していて、旧仕様の方は Chrome、Edge、Opera が対応してますので、この辺を選択的に使用すれば、一応すべてのブラウザで利用できるかなと思います。はい、そしてですね、本当に最新の標準化動向としてですね、今ご紹介したところよりも、非常に多くの処理を独自に実装するための RTP トランスポートという仕様も検討が進んでおります。 これ端的にご紹介してしまうと WebRTC の,の暗号化とか送信の機能を自由に使えるよというものでしてそれ以前の RTP ストリームを独自に用意するということはアプリケーション側でできてしまうというものですなので,ですねここに必要な映像音声を取得して処理をしてエンコードしてパケタイズして暗号化してみたいなものをすべて自分で好きなように実装できるというものですね はい、でこちらの RTP トランスポートは、本当に最近、検討が始まったばかりで、Chrome が実装開始したというステータスになってますので、本格的に使用できるのはまだ先かなと思います。はい、続いてですね、WASM による AI 活用方法についてご紹介します。Web、はい、で AI を活用するという方法は、ですね、まあ、いろんな方法があるんですが、本日は事例をよく見る3通りの方法をご紹介しようと思います。1、えー、つ目がフルスクラッチの実装。 2つ目が AI フレームワークを活用する方法。3つ目がメディアパイプを活用する方法とで。ここには書いてないんですが、本日ご紹介するこの3つは難しい順になっていると思いますので、それも踏まえてお聞きいただければと思います。はい、まず1つ目がですね、フルサクラッチ実装ですが、AI の処理をすべて、まずは C とか C++ とかラストとか他の言語とかで実装して、それをアズム化するという方法ですね。 はいでえっと、結構難しいとは思うんですけど、事例としていろいろあって、ですね本日1個ご紹介しようと思うんですけど、w i s p e r w a s m というものがあります。これは OpenAI が開発した Whisper という音声認識モデルをすべて C++ で実装して、WASM 化することでブラウザ上で利用可能にするというプロジェクトですね、はいで。ここで詳しい方は、じゃあモデルとか重みっていうのはどうやって管理するのかっていうところを考えると思うんですけど、これもいろんなパターンがあると思ってまして、 まあ、あのコードの中にそのまま書いてしまうっていうパターンも、えー、見かけますし、あとはバイナリとして別ファイルで管理するっていうパターンもありますので、それはものによって考えればいいのかなと思います。はい、そして2つ目の方法は AI フレームワークを活用するというところで、TensorFlow、えっと Onix が、まあ、それぞれ TensorFlowJS、OnixJS On という形で、ブラウザ上で利用できるライブラリを提供してますので、それを活用するという方法ですね。 で念のためお話をしておくと、AI フレームワークとはですね、AI をか開発したり実行する上で必要な機能がセットで提供されたものとなっておりまして、活用の流れとして、まずは AI を作って学習をして、でうまくできたらモデルファイルに保存ができますと。そして実行するときは、そのモデルファイルを読み込んで推論をするという流れになるという形ですね。はい。でじゃあ実際にどういう形で提供されているかというとですね、 ブラウザ上で動作する WASM バックエンドという形で用意がされています。えー、先ほどのフルスクラッチ実装は処理自体を WASM 化するという形でしたが、こちらはそうではなくて、ランタイムだけを WASM 化して、その上でモデルファイルを動かせるように提供がされているというものです。はい、o n i x が出している例だと、TensorFlow、えー、も基本は同じになると思うんですが、一番上に Web アプリケーションがいて、で、ライブラリーが JavaScript の API を提供していると。ここでモデルファイルを読み込んだり推論ができますと。API が叩かれると、まあ、実際には o n i スのランタイムとして WASM が用意されていて、ここで動作が進められると。あとはですね、オプションで、えー、とこれらのランタイムで SIMD が活用できたりとか、あと TensorFlow の方ではスレッドも有効にできたりとかっていうところもあります。そして話は少しそれるんですが、 オニキスも TensorFlow も WebGL バックエンドというものも用意してまして、これを活用すると GPO を活用してですね、場合によってはというか、結構なケースで WASM で実行するよりも早く実行ができたりしますので、ものによってかもしれませんが、こちらを活用検討するというのもありかもしれないですと。はい、そして最後ですね、AI フレームワークの活用の最後ですが、 モデルの用意はどうするのかというところなんですが、これは基本的にブラウザ以外で実行するときとほとんど同じです。学習に関しては、任意の,の AI フレームワークで学習を進めたりとか、あとは AI フレームワークごとに用意されているモデル図を活用してもいいと思いますと。で、TensorFlow、えー、の場合はそのまま JSON 形式、TensorFlowLite 形式で保存してあげれば TensorFlowJS で動かすことができます。で、それ以外の AI フレームワークの場合は、オニキスに変換してあげて、 オニキスランタイム、オニキス JS で動かすか、TensorFlowJS で動かすかというところが選択できますと。ただ、この辺はオペレーターの変換が対応していることが前提ですので、そこはご利用いただければと思います。はい。で、最後3つ目ですね。メディアパイプを活用するという方法で、これが一番簡単かなと思います。メディアパイプというのは Google 社が提供するあのメディアのパイプライン処理のための OSS になっておりまして、まあ、例えば実際にメディアを処理するためには、 映像や音声を取得したら、それを前処理して AI の入力形式に直してあげて、実際に AI の推論をして、その推論結果を画像や映像に反映してあげるという後処理が必要ですが、それらを一括で実装できるというものになっております。そしてさまざまなプラットフォームに対応しておりまして、Web 以外にも Android、iOS、Python などで利用ができますと。そして一番の特徴は、お手軽に各プラットフォームに最適化された処理を活用できるというところでして、 例えば、ウェブ向けでは WASM と GP を組み合わせて高速化が用意されておりますと。はい、では、実際にどういうものなのかというとですね、こういったカルキュレーターという処理を定義したものがたくさん用意されておりまして、それを組み合わせてパイプラインを作るというものですね。この例は手を検出するパイプラインの例なんですが、まずは前処理をして、AI の推論をして、その後に後処理をして画像に反映するみたいな流れを自分で組み立てることができます。 そしてですねこれらのカルキュレーターもいろんな種類が用意されているので、それを組み合わせればいいんですが、もし自分独自のカルキュレーターを使いたいということであれば、難易度は上がるんですが C、C プラプラで実装することができます。はい、そして、もしこのパイプラインを組み立てるのが大変だよという方は、パイプラインを定義せずにすぐに使えるメディアパイプソリューションズというものも用意されております。はい、このメディアパイプソリューションズがですねまあ基本的な AI 処理というのは、 1人揃っておりますので、これを活用するだけでもやりたいことはできる可能性はありますと。はい、このパートの最後にですね、えっと、まあ、最近で言うと AI といえば LLM ということになっているので、ちょっと l l m と WASM の関係についても少しお話をしようと思います。結論から言うとですね、WASM で LLM を動かすことは可能ではあります。ただ、必然的にですね、クライアント側のリソースが少ない環境で動かすので、 リ,スリアルタイム性が犠牲になるかなと思います。そしてですね、特定のハードウェアに対して最適化するということもできるとは思うんですが、その後とハードウェアに依存してしまうことになるので、一般的にはですね、リアル,テリアルタイム性を重視しつつ、ハードウェア依存をなくすんであれば、サーバー処理が今主流かなと思っております。はい、LLM の対話システムのちょっと例を挙げているんですが、 一般的なのは、クライアント側で音声を取得したら、それを WebRTC でリアルタイムにサーバー側に送信して、それをテキストにして、LLM で処理して、結果をまた音声に戻して、WebRTC で返してあげるという流れになるかなと思います。少し前に話題になった GPT-4 オブニでも WebRTC を活用しているという話があったので、こういう流れになるかなと思います。はい。でですね、結論として、 WASM でクライアント実行するということと、まあ、サーバーサイドで実行するという、まあ、2つの方法がありますが、それぞれメリット、デメリットございますので、ユースケースに合わせて選択していくという形がいいのかなと思います。はい、そして最後ですね、Skyway での WASM の活用事例についてご紹介させていただきます。はい、本日は3つご紹介させていただきます。1つ目が仮想背景、2つ目がノイズキャンセリング、3つ目が明るさ調整ですと。 1>, はい、1つ目の仮想背景ライブラリですね。これは非常に一般的な仮想背景ライブラリですので、詳しい説明は省きますが、スカイウェイビデオプロセッサーズという名前で OSS で提供しておりますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。2つ目ですが、我々現在、ノイズキャンセリング機能を開発しております。こちらがですね、NTT 研究所と連携して提供を準備しております。 はい、本日デモをご用意したので、まあ少しお聞きいただければと思います。少々お待ちください。はい、ノイズキャンセリングのデモです。まずですね、こういう木のつくような音ですけど、えっとこれノイキャンをかけてみます。はい、こんな感じで聞こをなくすることができます。 はい、続いてですね、こういったキーボード、これは使う機会が多いかと思います。はい、こういうタイピング音ですね。まあ、これもノイズキャンセリングで、はい、このように押さえることができます。はい、あとはですね、変わり種で、まあ、こういった経験者のサイレンが入り込んでしまうということはあると思うんですけど、まあ、こういったものもですね、ノイキャンを使うと、 かなり軽減することができますと、はい。あとはですね、こういった強めの空調の音なんかも、ノイキャンをかければですね、はい、かなりきれいになるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。えー、現在お聞きいただいたとおりですね、幅広いノイズの種類に対応したものになっております。そして ノイズと発話が重なってしまっても、ノイズ分のみ除去して聞きやすい音声を生成することができます。そしてですね、我々の中で検証した結果ですが、フリーのライブラリよりも格段に高性能になっているということが分かっております。今回 DNSMOS という方法で比較をしたんですが、黒が元のデータで、青が我々のもので、灰色がフリーのライブラリになっています。この一番左のものが発話の品質なんですが、 ノイズキャンセリングをかけると、どうしても発話の品質は少し下がってしまいますと。ただ、我々のものはそこの下がる部分を最低限に抑えておりますと。その分ですね、ノイズの品質はかなり向上させることができております。そして、全体的な品質で見ても、フリーのライブラリよりも勝るということが分かっております。はいで。こちらのノイズキャンセリング機能ですが、最初にご紹介してからですね、 非常に時間がかかってしまっているんですが、それは皆さんが,皆様が扱いやすい形にするために、バズム化を検討していたという経緯になります。現在はですね、快適な通話を実現するために、品質を少し調整をしておりまして、最終的に扱いやすいものになるということは変わらないんですが、ここに表示している内容は、提供時の内容と若干異なる可能性がございますので、そちらはご留意ください。 はい最後にですね、明るさ調整機能、こちらを検証しておりました。これ、右側がですね明るさを調整したものになっているんですが、部屋が非常に暗くても、あとは後ろに日光が入って、逆光になってしまっても、表情が分かりやすいものになっております。こちら、動作確認が完了しておりますので、ニーズがあれば提供検討していきたいと考えております。ではまとめです。 1一つ目はですね、WASM はその実行速度、ポータビリティ、安全性を強みとしておりまして、ブラウザ側の実装がどんどん進んでおります。それとともに活用事例がどんどん増えております。2、はい、つ目がですね、WebRTC は WASM と組み合わせて利用されるということを前提に、ディレイヤーのカスタマイズに活用できる API を続々と準備しております。最後にですね、ブラウザ上で AI を活用したい場合は、フルスクラッチ実装、 AI フレームワークを活用する、ディアパイプを活用するなどの方法が主に利用できるかなと思っております。はい、えっと、少し書き足でご紹介してしまったんですが、本日ですね、アンケートにお答えいただけると、この資料が手に入りますので、すみません、最速というわけではないんですが、もし分からないところがあれば、ぜひ資料をご確認いただければなと思います。はい、では、えっと、以上ですと。 ここからは QA タイムに入りたいと思います。はい。 まず一つ目がですね、AI の種類もアルゴリズムの違いを含めいろいろありますが、対応可能でしょうかということで、こちらはですね、あの、まあその3種類、両方法を説明しましたが、それぞれの方法で対応ができていれば対応できるということになります。あの、基本的にフルスタクラッチで実装するんであれば、まあ基本的に、えっと、そこに書いた処理は動作できるので、 そこは問題はないかなと思いますが、例えば AI フレームワークを活用するという場合は、対応しているオペレーションとかっていうところはございますので、それがちゃんと実行できるような形式にしていただく必要があるかなと思います。はい。そして続いてのご質問が、WebRTC、スカイウェイる a i を実装する場合、 社内に知見がないのですが、アドバイスなどいただくことは可能でしょうかはい、これはもちろんあの可能でございます。もしですね、あのご相談、えー、内容がもう定まっているようでしたら、本日アンケートに詳細を書いていただければ、担当のものからおつなぎさせていただきます。はい、えっ、ー、と、ノイズキャンセリング機能や明るさ検証機能は、 いつごろリリースされる予定でしょうかというところですね。はい。こちらはですね、すみません、あの、まだ、えっ、ー、と、定まっているわけではないんですが、ノイズキャンセリング機能に関しては、開発を進めているところですので、まあ、あの、ちょっと今後のその出し方も、ベータ版から出していくのかとか、細かいところは決めていくんですが、えっ、ー、と、何か今年中に、えっ、ー、と、何か出せればいいかなと。 いいうのを考えているところではあります、はい、そして明るさ検証機能はですねあの、実際にニーズがあるかどうかっていうのを確認してから実装進めてまいりたいと思っておりますので、えっと、そこはですね、もう少しまあお時間いただく可能性もございますというところです。はい、続いてがですね、 AI 処理の実装方法でよく見る方法としてご紹介いただいた AI フレームワークとメディアパイプを活用する方法はどちらも Skyway と AI 処理を実装する場合に活用できるものでしょうかはい、こちらは活用できます。WebRTC と WASM の関係のところでご説明させていただいた API を使えばですね、Skyway を使っている場合でもストリームを取り出して AI で処理をして戻すということが可能ですので、そこは組み合わせて使えば スカイウェイに AI を組み込むということが可能です。はいと。続いてが、今後の方向性として映像データの内容を文字ベースで要約してくれるような機能の検討などは、えっ、ー、と、そうですね、こちらは 具体的には検討はしておりませんが、えっと、実際にそういう要望があるのであれば、あの検討は進めていきたいとは考えておりますので、はい、そこはですね、すいません、私の方でまたあの調査をさせていただいたりとか、あのお客様に実際にお声をいただいたときに検討を進めさせていただければと思っております。 はい続いてがですね、われの WebRTC と AI を組み合わせた開発ベンダーさんは、どういった企業がありますでしょうかということなんですが、えっと、そうですね、ちょっと具体的な話になるとですね、この場では少し回答しづらいですので、こちらについては後ほどですね、担当の者から回答させていただくという形でよろしいでしょうか。 はい。とは、えー、WASM での HAI 実装は推論のみになりますかあ学習と推論の両方あを実装可能になりますでしょうかえっと、そうですね。まず基本は推論かなと思いますと。ただですね、あの本当にフルスクラッチ実装をすれば何でもできてしまうので、 クライアント側のリソースで許される範囲であれば、まあ、少し前にその、まあ、クライアントサイドでの学習みたいな話もあったと思うので、そういったものはリソースの許す範囲であれば実装ができるのかなとは思います。えっと、AI フレームワークがそういったものに対応しているかはすみません。ちょっと私の方で今把握ができておりませんので、まあ、あの、今後の宿題とさせていただきたいと思います。 はい、価格はどの程度と考えられておられますかテストなど無料使用の範囲はということですが、えっ、ー、と、そうですね、これは我々が提供しているものでいうと、仮想背景では確か OSS で無料で提供されていまして、ノイズキャンセリングでいうとですねあの、今価格を決めているところなんですが、えっ、ー、と、我々の方でワズム化できてですねあの、非常にそこは、えっ、ー、と、 我々としてもあの運用のコストを抑えられていますのであの、お手頃な価格で提供できるんじゃないかなと考えております。はい。あとはですね、明るさ調整についてもですね、あのまあ、明るさ調整についてはまだ少しあの検証段階ですので、ちょっとあの料金としてはまだ考えられていないかなと思います。はい。で、えっと、そうですね、テストなど無料使用の範囲については、えっと、ここも なんていうかご相談によって考えさせていただく形にはなると思うんですが、はい、すいません、ちょっとあのこの場で私の方からあまり答えられないかなと思いますので、こちらもあの後ほど担当の者のからあのもう少し具体的な回答させていただければと思います、はい。すいません、お時間になってしまいましたので、私の方からの発表は以上とさせていただきます。ありがとうございました。